世の中の様々な値段に関わる疑問を日本経済新聞の村野貴直さんと解き明かしていきます今日のテーマはこちらです霜降り和牛が3年ぶり安ね豚肉鶏肉と価格差縮まるということです、えー、今日なぜこれを取り上げるかと言いますと実は明日が11月29日でいい肉の日なんですねそういった中で 霜降り和牛の価格に異変が起きているということですね,、はい、そうですねまず八木さんあのスーパーの売り場に行きますと、はい、和牛のほかにです、ねうん、国産牛と書いた牛肉も並んでいるのを見,、ね、見たことあるかと思うんですが、はい、これの違いってお分かりですかそうですねあの,日本の で育てられた牛っていうことはどちらも分かるんですけれども、はい、何か明確な違いがあるんですか。そうですね。あの和牛というのは日本古来の固有の品種のことを指してまして、はい、そこで飼育された牛の総称ですね。うん、あの例えば代表的なものに黒毛和種、黒毛和牛と言われているものが代表的なものがあります。そしてその和牛種以外で日本で飼育された牛のことを国産牛と呼びます。うん、これにはあの牛乳を取るあの乳牛 あはいも入ってきますね。なるほど。今日はその和牛の方に関してなんですが。が、はい、その価格に異変が起きている、ね。そうです。はい。最も良質な肉とされ、ま下、あ、振りが多い英語等級の卸値なんです。が、うん、10月時点で1キロあたり2500円ですね。はい、こちら直近で高値をつけた2022年末に比べて1割安くなってます。うん。 実際東京都内のスーパーでは1 0 0ムあたり1200円から1400円とこちらもまあ去年に比べて1割ぐらい安くなっている状態です6倍を見ますと1000、はい、円を切っているケースもありますねでこうして牛肉が下がった一方で,です、ねうん、豚肉や鶏肉の値段は上がってまして、まあ、結果的に価格差が縮まっているということですね あのそもそも高級ということはわかるんですけれども、その英語等級というのはどういったものなんでしょうか。はい、あの牛肉は A から C のアルファベットと1から5の数字で示されます。はい。こちら食肉が多く取れる方が A、そこから順に A、B、C ときますね。うん、で、肉質がいいあのサシと言われている脂肪分が入っているところがですね、それが5から1で表されるということなんですね。ですから英語っていうのが一番 最高級ランクとされています。だけどこの価格が下がっているということですよね。はい、どうしてなんでしょうか。はい、物価高の勢いにその賃金上昇が追いつかない状況が続いているためです。はい、こちらをご覧ください。給与の推移と豚牛鶏肉の値段を。 見たものなんですが、うん、所得が落ち込んでいくのとともにですね。まあ牛肉の消費が落ちて、はい、逆に豚肉と鶏肉の消費量が。増えていることがわかります。そうですね、厚生労働省によりますと、9月の実質賃金指数は。 2.4%低下と18か月連続で前年を下回っていますうん、うん、物価高の勢いに賃金上昇が追いつかない状況が続いてまして消費を節約しようという動きが強いようです確かに価格の高い牛肉を買うよりもまあ豚肉 鶏肉の方が手頃ですから、そちらの方を多く使おうという消費者のこの節約、ね、そうですね。はい、あのテレビ番組やネットでもこうした節約レシピっていうのが増えてまして、うん、その節約レシピの肉メニューの主役になるのが鶏肉であったり、豚肉であったりしますね。はい、もう少し詳しく価格見ていきましょうか。はい、こちら A5A4 ですね。和牛の値段と鶏肉、豚肉の推移なんです。まあ和牛は ともに下がっていく傾向にありますが、うん、鶏肉は3年前に比べまして14%高くなってですね。鶏肉は12%ですあ。12%です。はい、豚肉が14%ですね。すね高くなってますね。はい、はいえー。これでも節約志向が高まる以外にどんなことが影響してるんでしょうか。はい。需要と供給のミスマッチが指摘されています。うん、牛のその飼育技術や配合肥料の品質が 向上してですねその良質なな和牛を生産ししやすくなりましたそのため畜産農家は和牛の中でも高い値段で売れる英語等級などの生産に力を入れてきました、はい、こちら見ますとですね10年前は英語等級になる牛というのがですね8.6%しかなかったんですが、うん、去年で見ますと27.2%まで英語の比率が高まっています。えー ただ一方で消費者はまあ節約の動きが強いこととですね最近、その消費者の好みがですねどちらかというとその赤身肉、ですねサシの多い A5 ランクを避けてとていう動きがありましてそうしたことも影響しています。